はい、皆さんこんにちは。月間アクセス170万 PV 見てくれてる人34万人の姫路エリアでは最大級のメディア姫路の種を運営しております武藤ちゃんと申します。いつも皆さん情報ありがとうございます。本日も皆さんにいただいた情報を独り占めするのではなく、皆さんとシェアしていきたいと思います。先日の YouTube ライブで宮古真由美さんからいただいた情報です。こんばんは。弥勒弁当のエビフライ弁当美味しそうでした。ライブでおすすめした鹿間弁当のエビフライ弁当はエビの長さがありえないのです。エビフライ弁当と、唐揚げ弁当ですね。唐揚げも5個入り6個入りが500円と540円って電話で聞いたら、おっしゃってたので。じゃあ一番多い10個入りを聞いたら、なんと、750円やったかな。680円。10個入り。税込み700いくらかな。かなり安いですよね。最近、唐揚げ弁当650円の店が多いと思うんで、結構ありがちな値段なんですけど、こちら10個入り680円ですから。ということで、今日は、鹿間弁当に行ってきました。ということで、おすすめいただいた鹿間弁当にやってきました。何でもエビフライがめちゃくちゃでかいということで、あと唐揚げ10個入りですね。注文したいんで行ってみたいと思います。予約してた。はい、鹿間弁当さんで買ったんで、今から帰って食べたいと思います。はい、ということで、じゃーん。はい、まずは唐揚げ弁当。あ、その前にお箸ですね。オレンジ色で可愛いお箸です。鹿間弁当、祝辞弁当、オードブル、鹿弁、お買い上げ1時間以内にお召し上がりください。今日は持って帰ってたので、まだ1時間以内です。箸袋3枚でトッピング1個無料。あ、そうなんですね。箸袋3枚、これ2枚だから、これ3枚集めたらトッピング1個無料だそうです。これがクーポン券になってるんですね。お、すげえ。こういうシステム始めたかもしれません。うお、すごい。はみ出てる。これすごいですよ、皆さん。これ10個入りで680円ですよ。めちゃくちゃ安い。そしてご飯、それでは早速いただきたいと思います。いただきます。今回はね、やはり体脂肪が気になるので、衣がついてるからやっぱり野菜からいきましょう。キャベツに味ついてないんで、これ醤油とかかけたらいいかな。これ何用なんですかね。ちょっと醤油かけてみました。食べます。次、あ、スーパーっていうかペンネかな、これ。美味しそう。いただきます。うん、唐揚げ美味しい。あの、和風唐揚げというよりかどっちかというとスパイシーな唐揚げやね。若者の味も入ってます。美味しい。ご飯も一緒にいっちゃいましょう。ちょっぴりね、ごまが振ってはって、うん、唐揚げに合う。いや、めちゃくちゃ美味しいね。ありえない大きさのエビフライ、じゃーん。うおー、あ、本当にでかいですね。見てください、皆さん。ピオネです。はい、じゃあ今日は、ピオネちゃんと一緒にエビフライ弁当を食べたいと思います。唐揚げ弁当よりこっちがいい？うん、美味しそう。美味しそう。エビフライ好き？うん。これすごい大きいね。こんな大きいエビフライ見たことないね。うん。はい、何から食べる？エビフライ。はい、つけて。めちゃくちゃ美味しそう。大丈夫？できる？うん。いただきます。サラダ。え、違う？何これ？ちょっとカレーの味がする。あ、そうなの？うん。え、ポテトじゃないの？うん。はい、じゃあ少しいただきます。でもポテトはポテトやね、多分。うん、ポテト。カレー味のポテトサラダや。うん。めちゃくちゃクリーミーやね。柔らかい？柔らかい。トロトロ。柔らかいね。
酢の物っぽいよね。キクラゲとかじゃない？キクラゲかな。ちょっとじゃあ食べていい？うん、思ったより酸っぱくなくて美味しい。よし、ひなんや、ひなん。どうやって？はい。おお、中から出てきたよ。熟前煮や。こんにゃくね。結構いろいろ入ってるね。美味しい。うん。初めて？これスパゲッティじゃなくてペンネじゃないかな。パスタの仲間。うん。これ。ご飯美味しい？うん、美味しい。皆さん見てください。めちゃくちゃ大きいやん。甘いから揚げ、スパイシーな感じ。うん。強気ということで、このエビフライの巨大エビフライの中身を暴いてみたいと思います。切ります。うん、はい、巨大エビフライ中身は身がしっかり詰まってますね。かけましょう。これで私もいただきます。大きいだけじゃなくてね、味も美味しいとのことなので。衣がめっちゃサクサクして美味しい。ちょっと若者の味もするよね。ご飯にも合いそうやけど、パンにも合いそうやね。釜弁当の唐揚げの中身を巻きたいと思います。唐揚げの中身。お、結構中もみっちり身が詰まってますね。衣も。分厚くないですね。これは、お得だわ。これで680円ですかね。10個入りで680円やからね。はい、切って、唐揚げ丼にします。こちらに、さっきのこのご飯を、これ入れよう。ご飯をここに入れて、丼にしてみよう。絶対美味しいはず。はい、レタスね。入れましょう。って感じでね。そして唐揚げをもう超たっぷり乗せて、すごいな。こうやって見たらめちゃくちゃ。これで、3個しか使ってないですからね。埋まっちゃった。できましたー。はい、ここで、ちょっとこの生姜醤油のタレ、これ入れてみましょうか。合うかもしれない。よいしょ。はい。辛マヨ丼やね。丼なんで。普段あんまりマヨネーズつけないんですけど、ちょっとだけつけましょう。いただきまーす。ちょっとね、まず生姜醤油乗ってるところから。いきます。いただきます。うん、タレいらんかもね。そもそもこの唐揚げに味ついてるから、このままでいけるかも。美味しい。スパイシーな香り。どこかしらケンタッキーフライドチキンっぽい感じもあります。若者の唐揚げかな。美味しいね。でもこれね、醤油ついてたから、この醤油がもしかしたら合うんかな。ちょっと入れてみましょう。はい、いただきます。唐揚げとこの醤油合うけど、なくてもいいかもね。うん、これは美味しいわ。せーの、ごちそうさまでした。はい、ということで、みやこまゆみさんにおすすめいただいた、ちかま弁当ですね。とにかく、エビフライの長さが本当にありえないということで、買って食べてみたんですけども、本当にありえない大きさでした。そして、唐揚げ弁当もね、10個入り、めちゃくちゃコスパが良かったです。10個入りで、これね、部門1としか書いてないんですけども、おそらく680円と650円、どちらかがエビフライなんですけども、おそらく唐揚げ弁当が680円、そしてエビフライが650円なんですけども、いずれにしよう、680円でも650円でも唐揚げ10個入りで600円台は、この姫路エリアではまあ聞いたことないですね。ボリュームがあってめちゃくちゃ美味しかったです。ピョンさんがお弁当美味しくないっていうことも多いんですけど、今日のお弁当は美味しかったと言ってました。しかも弁当のエビフライ弁当、唐揚げ弁当。電話で注文するとき、唐揚げ弁当ですかって聞かれたんで、ひょっとしたら、唐揚げ単品もあるんですけど、単品やったとしたらいくらなんですかね。
だからあの10個入りを買って家で持って帰ってきてご飯に乗せて食べる途中やったように丼にするとかしても、いやそれでもコスパ安いと思いますね。そして唐揚げは生姜醤油で揚げた唐揚げのパターンではなく、若い人も大好きそうな味で私も好みでした。そしてあの唐揚げ弁当5個入りは電話で来た時は500円って言ってましたね。で6個入りでも540円。で行った時に帰る時にすれ違った人が声かけていただいたんですけど、その方も唐揚げ弁当を買いに来たとおっしゃっていました。はい、はい、あと一つ、この袋を3つ貯めるとクーポン券の役割をしてて、トッピングが1個無料。だからトッピング小さいおかずなんですかね、唐揚げ1個なんですかね、それは何かわからないですけど、ここまでサービスが行き届いてるお弁当屋はまあないですね。っていうかお弁当屋そんなに行ったことないから、もしかしたらお弁当屋さん、これからね、テイクアウトまだまだしていこうと思うので、こういう特典がついたお弁当屋さんがどんどん見つかっていくかもしれません。はい、ということで姫路の種は皆さんの情報をもとに成り立っておりますので、コメント欄か、姫路の種の公式サイトに、メッセージください。手洗いね、うがいもね、しっかりして、まだまだおうちご飯で楽しんでいきましょう。それではまた少し姫路の未来でお会いしましょう。さよなら。